久保さん。久保さん。今回、努力には3つある。努力には3つある。にしましょう。まずですね、1つ目はえ、まあこれ人生を生きていくための努力ですね。人生を生きていくための努力ですね。生き抜く力と言っても過言ではないですけど、生き抜くために何が必要なのかと。はい。まず1つ目の努力ですね。1つ目の努力は金を稼ぐってことです。この経済が、 お金がないというね、あのー、世の中であるならば、お金を稼ぐ努力は必要はないかもしれないですけども、お金を稼がなければ生きていけない。まあ、生きていけること、生きていくことはできなくもないけど、きついってことですね。うん、すべてにおいてきつくないですか。大体いい人間の悩みっていうのは人間関係とお金の問題ですから。うん、だから、あのー、お金を稼ぐっていうのは、まずマストで必要って、これがセンターピンで必要ですね。 まあ、久保さんも言ってましたけど、うん、お金がなければ何もできないです。例えば、ハワイに行きたいなと思っても、お金がなかったら、あの、行けないです。もちろんね、あの、山口会長みたいなこともできないことはないんですけど、結局山口会長も何をしてるのかっていうと、お金を人から、<laughs> いただいてるって。要は、無料でね、無料で俺を乗せろ、みたいな、ね、飛行機、ホテルに行ってね、いや、俺は、俺はお、お金、 ないんだ止ま,止まらせろって言ってもね、多分通,る通らないですよね。セブンイレブンでいや、僕お金ないんでこれ、お金ないんですけどこれくださいみたいなね。ね。弁当ね。<laughs> 通らないですよね。<laughs> なので、お金を稼ぐっていう行為はあの、生きていく上で必要な努力ですね。これはもうマストです。で、二つ目の努力っていうのが、食べる努力です。多分ね、この食べる努力って、多分ね、ほとんどの人は言わないと思うんですよ。 で、なんで食べる努力が必要なのかっていうと、食べていかないと、まあ僕一日一食とかね、そんな小食なんですけど、食べるっていうことをしない限り、生きていけないじゃないですか。なんかね、断食を、なんか何十年してるっていう世界には、すごい偉人がいるらしいんですよ。この前見たんですけど、何十年も飯食ってないのみたいな。なんかその人は、なんか、日光浴をするらしいんですけど、裸足で土に立ってね、 日光浴をするらしいんですよ。で、それは光合成するみたいなね、分かんないですけど、<laughs> 水しか飲まないみたいな。なそれで、ね、もう何百、で、NASA も、NASA もね、NASA も <laughs> その人を研究したらしいんですけど、まあ、できます。多分僕、さすがに無理ですね <laughs>。中にはね、世界には70億人の中には限りなくそういう人いるかもしれないですけど、食べずに生きていくっていうのは、なかなか難しいので、 食べるっていう。で、あとは、人間の一番の幸せって僕は食べるときだと思います。なぜならば、食べるっていうことをしなければ、パワー生まれないんで。うん。腹減って、めちゃめちゃ腹減ってるのにね、42.195キロ走れます。何も飯食わなくてね。多分歩けます。多分ね、無理ですよ。何も食事をせずにね <laughs>。あの、じゃ働き続ける。できますか たぶん難しいですね。まあ、1日とかだったらできるかもしれないですけど、1週間食べずに仕事、マックスのパワーでできます。たぶん無理ですね。で、あとは、あのー、もうそもそもその栄養を入れるっていうところで、人は喜びを感じれるので、美味しいとかね。わーみたいな。だ昨日ね、な、なんでこのフレーズを言ったのかっていうと、昨日、めちゃくちゃ豚キムチをね、男飯っていうのを僕やってるんですけど、あのー、豚キムチを作ったんですよ。 めちゃくちゃうまくて、で、ビール飲んだんですよ。豚キムチとビール。やばいっすね。もうの、このね、湧き出る美味しさっすね。<laughs> もう湧き出る充実感。湧き出る金麦うめえみたいなね。豚キムチと金麦、なんじゃこれやみたいなね。ラガーがこの喉越しと金、豚キムチのこの、ちょっと溜まってるところに、うわー、ラガー入ってきてね、うわーみたいな。もう、カイジですよ。 キンキンに入れてやがるみたいなね。だから人間の喜びって多分、いろんな喜び、幸福度ってあると思うんですけど、多分食べるがね、多分最強だと思うんですよ。だから、まあ、衣食住って言われてますけど、あの僕は食べるっていうところに関しては、多分飲食店はやらないんですけど、飲食店僕はやらないですけど、あ食べるっていうことは、あ食べる努力をするっていうことは必要かなと。うん。で、3つ目ですね。三つ目。3つ目は行動ですね。 何も行動しない <laughs>。だから、お金を、こ繋こがってるんですけど金を、あのお金をため、あうん一番人間の原動力である食べるっていうこと、じゃあ、この食料を買うためにはお金が必要なわけですよね。じゃあ、お金があれば食べ物を調達できると。わかりますで、じゃあ、食べ物を食べたら、じゃあ、今度パワーができますよね。じゃあ、パワーができたら、今度そのパワーを行動に転換するってことです。わかりますこの、この3つのね、 あの努力がねちゃんとこの循環していればもうなんだアクティブに行けますアクティブに太ることもないです食ってもあの何も行動してないんだったら多分太りますよねで <laughs> まあこれはもう僕はいつも言ってるんですけどあの太る理由っていうのはあの小なんだ えっと摂取カロリーと摂取,カリ摂取カロリーと消費カロリーの関係性しかないと僕は思ってます摂取カロリーと消費カロリーの関係性でしかないと思ってて太る人っていうのは、えー、あの摂取したカロリー以上消費していないってことですねだからそのぐる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 こう回す循環するってことですよね食べて出してでなんでこの食べて行動する食べて、えー しょんべんとか、ねうんべとねうこをするこの循環をすることによって人間でよりパワフルに動けるわけですよ。どうすかね、1ヶ月うんこしない便秘の方とか言いますけど、まあ1ヶ月、2ヶ月、1年うんこしなかったら多分死にますね。悪だ、なんか多分溜まってね。だから循環していかないといけないでしょうん。 だからこ,れこの3つの努力をやっていくことによって全てが人間としての充実度、幸福度っていうのが僕は満たされると思います。まずお金を稼ぐ、お金はある。で、そのお金に対して食料を買う。で、ご飯を食べる。パワーをもらう。で、そのパワーをしっかり使う。うん、使い切る。使い切ると。で、また、じゃ戻る、位置に戻るわけですよ。またお金を稼いで、ご飯を買う。で、ご飯を食べて。 パえエネルギー源にする。パワーにしていく。で、それをパワーをまた使う。で、パワーを使い果たして、で、またお金を稼ぐ。あ、使い果たしたらお金稼ぐ行動できないかもしれないですけど、まあ、これぐるぐる回すってことですね。うん。だなんだ、えー、ご飯食ってパワー出して、行動しまくって、またお金を稼いで、お金を稼いだら飯食って、またパワーに変えて、みたいな。このもうじゅん、順ぐり順ぐりですね。うん。 あこれがもう人生で生きていく上での最低の努力だと思いますね。最低の努力ですね。うんだこれで、でもね、この3つの努力したらお金稼げると思うんですよね。<laughs> 久保さんどうですかねこの3つの努力してお金稼げないってことあんのかなうん。多分ないですね。まあその3つ目に言った行動みんなしてないんで稼げ稼げないですけど <laughs>。そのご飯食ったエネルギーどこに使ってんのっていう話で <laughs>。 いや別にね、お金稼ぎたくない、お金の問題とかね、お金の問題がなくてね、今貯金がね、100億円あってね、なんかまあ5億とかね、障害賃金3億とかですから、3億、4億、5億、もしくは貯金があってね、別に働かなくてもいいっていう方は別にいいんですけど、の多分そんなあんまりいないじゃないですか。だから金は稼がないといけないですね。うん。金稼ぐために、金稼がないと生きていけないし、ご飯食えないからね。でもご飯食った後、そのパワーをね、こう、 なんだ。使ってないですよね。全力で。全力で金稼ぎに使ってないんですよ。うん。一番全力でやらないといけないのは、ね。金稼ぎなんですよ。これはもう、揺るぎないです。うん。だから、お金のことを言うと、みんななんか、あなんやろうな。うんね汚いイメージがね、特にあるので、あ日本人、日本の方はね。まあ、僕も日本人ですけど。 お金に対してのいいイメージがあんまないんですよ。うん。だからそれもちょっと微妙な部分あるんですけど、いや、いやい,いイメージなくても大事だでしょ。必要じゃないのと。<laughs> どう考えても必要でしょうと。だからその、綺麗とか汚いとかじゃなくて、必要でしょっていう話です。だからそういうフレームで見るんじゃなくて、そういう、汚いとか綺麗とか、金儲けが汚いとかき綺麗とか、なんかそういう見方じゃなくて、生きていく上で必要だよね、と。 そういうフレームで見ることです。絶対的に必要と。うん。わかりますで、お金がなければ食料は買えないってことですよね。うん。まあ、他の、その、なんだ、食料以外にもね、なんか住まいの家賃とかね、あとは、なんかいろんな維持費あるじゃないですか。スマホ代とかね。細かいこと言ったらもう切りないですけど。病院行ってもね、保険聞いたとしても、 3割は負担し、多分三3割負担ですよね。3割は負担しないといけないですよ、うん。国が全部ね、面倒見てくれないですよ。10割負担ですか、国の。社会保障に入っていて、10割負担ですか。なわけないですよね。<laughs> そう。なんで、まあ、この3つの努力をすればいいんじゃないかなと思います、ひたすら。もうひたすらこれしかないと。<laughs> 最低限ね。で、じゃこれ最低限なんですけど、最高法を言いましょう。最高法は、自分が生きてる意味を見つけるってことです。 最高峰はねその123の努力をする目的だったりとか意味だったりとかまあこれがまあよく言われてるのがビジョンとか目的とか意味とかあまあそんな感じですね信念とか自分のミッションとかねまあそういろんな言い方ありますけど自分がじゃあそれを123を回していく上での意味づけはどうするのかっていう。 何のためにそれ、何の、なぜそれをしないんですなぜこの最低限の努力を僕たちはしなければいけないのかっていう、そのなぜですよね。そのなぜは自分で見つけるってことです。だから、自分で見つけないといけないんで、ここきついんですよ。<laughs> 自分で考えて自分で見つけないといけないんですよ。自分のミッションだったりとか、自分がやりたいことだったりとか、自分の夢、目標は自分で見つけないといけない。うん。だからこれはね、結構フレームが高いですね。うん。でもそれを、 最高峰を見つけられると、これが最低になります。でも、この3つをやってない人は、これが最高なんですよ。まずこれを最高でやらないといけないです。でも、この何かしら生きる目的だったりとか、生きる意味が自分の中で見出せれば、この3つの努力っていうのは当たり前になります。努力ではなくなります。当たり前になります。金を稼ぐ当たり前。飯を食う当たり前。えー、行動する当たり前。ご飯食べてるのに、なんで行動しないんですかと。 これ、ね、普通に考えたらね、ら違う側面で見ると変なことなんですよ。エネルギー源入れてるのに、エネルギー消費してないんですよ。これはあの体に悪いですからね、そもそも。もうだから、飯食ってもうんこしないようなもんなんで、だからそのパワーもね、もう全力で使い切るってことをしてないんですよね、食ってんのに。だからね、僕、一日一食だけど、フルマックスいつも使ってるんで、循環いいんですよ。だから、あの、うんこもね、 毎日、ほぼ毎日できするんですよ。一日一食ぐらいなんですけど。そう、昨日もだから豚キムチとご飯ですね、ご飯食べたの。そう。でも、まあ、朝うんこするし。<laughs> で、便秘になったことないですほとんど、僕。改便ですね。うん。だから、それは循環してるからです、ずっと。うん。はい。ということで、今回はね、3つの努力、4分かね、試算中に、4分ぐらいでまとめました。いってらっしゃい。